どうも、競馬予想チャンネルです。今日はチャンネル紹介動画ということで、いつもとちょっと違うんですけれども、僕の自己紹介と今後やっていきたいことなどを話していきたいと思います。まず、僕は1985年千葉県生まれです。父親の影響で小さい頃から競馬が好きで、現在31歳なんですけれども、かれこれ20年以上の競馬ファンとなっています。会社員をしているんですけど、週末は必ず競馬参戦をして即パッドで毎週楽しんでいます。そしてアメブロでもブログをやっていて、名前は競馬ナビゲーター北澤武史という名前でやっています。 Google 検索、 Yahoo 検索などで競馬ナビゲーターで検索すると1ページ目とか2ページ目に出てくるんで、よかったら見てください。そして競馬ファンとしてちょっと1個話しておきたいのが、今までで一番印象に残っているレースベスト3ってここに書いたんですけど、やっぱり今まで競馬見てきた中でこの3つが強く印象に残っています。1個目が成田ブライアンと前のトップガンが3着以下を突き放してぶち切って死闘を演じた阪神大賞典。そして2番目がオルフェーブルが暴走して一旦最後方に下がりながらも盛り返したあの伝説の阪神大賞典ですね。そして3つ目が、やっぱりこれは競馬ファンの中でも語り草になっていますが、ウォッカとダイワスカレットのあの花差のものすごいデッドヒートの天皇賞秋。やっぱりこの3つは今までの人生の中で記憶に残っているベスト3ですね。そして次ですね、競馬が好きで愛読書は毎週トースポと書いてるんですけども、そんな競馬好きが高じて、実際ですね、トースポの予想コーナーというのがあるんですね。記者 vs 読者ということで、バーチャル予算1万円で馬券バトルっていうのを企画があります。そこに応募した時に、ちょうど安田記念、今年のサトラナジンが勝った安田記念の週だったんですけども、運よく的中することができまして1週勝ち抜きました。ただし2週目ちょっと外れてしまったんで3週 V というのはできなかったんですけども、こんないろいろやってるぐらい競馬が大好きだということで、紹介ということで書いてみました。続きまして、競馬予想チャンネルの目指すゴールというのもお話ししてみたいと思います。まず、いろいろ自分も長い間競馬やってきて、競馬の正しい予想方法って何なんだろうっていうのはいつも考えてます。また、競馬の新聞の予想家と違って、僕たち普通の人間は、なかなか時間をたっぷりかけて予想するってこともできないと思います。そんな中で短い時間で効率的に予想する方法はないんだろうか。こんな悩みや不満に対して、必要最低限の時間と労力で最高の予想を目指していけたらなと思っています。そのために予想について様々な視点から考え、論理的に納得できる予想法を見つけて、最高にスマートな正統派の競馬予想術を手に入れたいと。ここをゴールとしていろいろと勉強していって動画をアップしたいと思います。そして今後の目標と予定なんですけど、まずはチャンネル登録者数1000人を目標にして頑張りたいと思います。そこで週に1回から2回動画をアップしていきます。また今年中にメルマガやツイッターも始めたいと思うので、もしよかったらフォローしていただければと思います。そして将来的にはチャンネル登録者さんと、競馬場に一緒に行ったり、競馬界の著名人へのインタビュー、また馬券上手な素人さんへの取材やラジオ対談など、いろいろ企画をやって楽しい動画をアップしていけたらなと思っています。最後に、もし質問や応援メッセージなどもらえたらすごく嬉しいです。競馬予想チャンネルでやってほしいことや取り上げてほしいテーマ、ここは予想の中のこういった部分について取り上げてほしいとか、リクエストなどがあったら、ぜひこの動画のコメント欄に気軽に書き込んでいただけたらと思います。
そしてよかったら、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日は競馬予想チャンネルの自己紹介ということで動画を作ってきました。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。